こんばんは。こんばんは。こんばんは。ナッツありがとうございます、たくさん。こんばんは。おつにじ。握手当たってありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。皆さん当たりましたか？ハートありがとうございます。星もこんばんは。青の狼届いてありがとうございます。あれもありました、あの狼とプライドの生写真の発売もありました。が、なにこれ、ロケットありがとうございます。通所券とか握手券確保できてありがとうございます。ありがとうございます。楽しみ、めっちゃ今から3月16の握手券購入できました。楽しみ、ありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。福は内おにわさとありがとうございます。ギフト当たってる、楽しみ。緊張するよね。でも福は内ありがとうございます。ナッツもこんばんは。ハートありがとうございます。福は内ギフトも当落当選ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。生写真もあったので、狼とプライドのやつ、ハートありがとうございます。可愛いギフトもありがとうございます。握手券買いました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ハートも星もありがとうございます。すいません、鼻かゆくて。トートギフトありがとうございます。ハートもナッツも星もありがとうございます。こんばんは。今日も可愛い、ありがとうございます。ナッツありがとうございます。ハートも幕張メッセ、司会君ありがとうございます。待ってます、待ってます。サイリーもありがとうございます。星もありがとうございます。ナッツありがとうございます。3月16日いきますね、待ってます。ありがとうございます。皆さん、なんか想像以上にみんなびっくりした。もうあの当たった方とか申し込んでくれてる方が多くて、タコありがとうございます。生写真は結構前に撮った写真なので、なんか前髪もまだちょっと薄い感じですね。ハートありがとうございます。ナッツもあの龍が如く展のやつ見ました。あの錦さんにあげてましたね、花を、白いやつ、花、あれすごいよね、あげれんの。オンライン覚えてます、ちゃんと。かけれなからね、かけれ直しで覚えてます。ハートありがとうございます。今日は両触覚が見えるよ。そう、今日は両触覚です。おつにじ生写真可愛かったありがとうございます。自分的にはあんまり漏れてなくてショックだったんですけど、ナッツありがとうございます。音符もありがとうございます。待ってます、当選おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。たくさん、だるまもありがとうございます。たくさんカラフル、ハートもたくさんありがとうございます。こんにじ、おつにじ、ハートありがとうございます。初見さん、手形も楽しみです。もうすぐ、やばいね。書き連覇はね、
めっちゃなんか愛してくれてて、ちょっとびっくりするよね。昨日配信やってたの見た、かきるながね、名前やばいね、呼べんの初めてね。待ってます、かなり先だけどモチベで頑張ります。可愛いです、ありがとうございます。ね、わかる、かわいそうだよね。でもさ、あれ桐生一馬の等身大すごくなかった？等身大みたいなあったじゃん、パネル、あれすごかった。ナッツありがとうございます、クワウチギフトも。そう、あのアーカイブで見たい。この前も見ました、去年のやつ見ました。あの去年っていうかこの前のやつの手形会の動画を見てました。ハタありがとうございます。 YouTube 見ましたよ、なんか名前呼んだりしてやってました。おつにじこんばんは、こんばんは。うん、そうそうなんですよ。入り口、あとまじまの兄さんもいて、最後は好きになっちゃったの時のやつを見てました。おつにじね、やばいね、もうすぐ、めっちゃ先だなとか思ってたのにめっちゃすぐになっちゃった。にじありがとうございます、にじにじギフトありがとうございます。可愛い人もありがとうございます。自己紹介、受肉研究生の SK48 受肉研究生の伊藤ここみです。もうね2月です。メールもぜひ、月の初めなのでぜひいい機会です、メールを取るには。あとメガネ持ってきた今日は。でも、あ、そう、合格キスのメガネがさ、みんな見たいって言ってたじゃん。でもこれ全然合格キスのメガネと全く違うんだけど、あのなんかちょっとそうかなみたいな感じでやってます。持ってきましたね、カエル。長野県なんですよ、 SK 初のカエルです。長野県、切れ味自分で言う。ハートありがとうございます、初見さん、たくさん月始めがお得ですから、ハートありがとうございます。さつき加藤はさつきちゃんですね、それはさつきちですね。見ましたよ、箱根旅行、温泉でしょ、いいね、温泉行きたいな。ね、ね、メールのクラウンにやばくない？あれ、あのメールを取ってくれてる人にしか多分分からないかもしれないんだけど、メールの鬼怖くなかった？真っ黒の鬼かわゆ、こんばんは、かっこ定期、こんばんは、ありがとうございます。あなたを好きなメンバーに入れたものです、ありがとうございます、嬉しい。そう、長野県出身ですって言ってやりましたね、ありがとう、同じ、可愛い、ありがとうございます。長野といえば登山、そう登山ですね。サインも
完璧です。メガネは本当に似合わないんですけど、あのニアやばいよね。握手会取りました、ありがとうございます。嬉しい、え嬉しい、ここにメールしか取ってない、ありがとうございます。さすが。え、そう、泣いてる鬼もありました。あ、青鬼かわいいよね。あれに向かって投げるんだよね、豆を。申し込んでありがとうございます。ぜひ皆さん、花束ありがとうございます。あ、ありがとうございます。気に入ってもらえるように頑張ります。はい、ここみね、あれね、まだね、小2とかに書いたやつ、あの鬼はどなしだよ、なんかどあれに見えない。なんかユアニアもこういうのやってたよね、いつだっけ、なんかさ白衣みたいな着てやってたよね。え、待って、どうつけるのがいいんだろう。ナッツありがとうございます。なんかさ、こういう風につけるのか、その今日ずっとつけるわけでもないんだけどさ、これ出さない方がいいよね。こんばんは、初見さん、こんなメガネのことで悩んでる時に申し訳ないんですけど、え、どっちがいいんだろう。今日の前髪の点数は0ですね。このメガネがいいな、語学キスも思わない？似合う、ありがとうございます。真面目ですよ、メガネは KOKO です、 KOKO。 あ、 CM ありがとうございます、宣伝を。可愛いギフトありがとうございます。ね、横長メガネだとさ、あれだよね、これはね、伊達メガネなんだけど、一個ね、自分用に買ってたの、そしたらお姉ちゃんに取られて、気づいたらなくなってた。反射しちゃう。ない方が絶対にいいよね。メガネ美少女ゼロだよ、これは。今日はちょっとあ、フォローたくさんありがとうございます。頭良くないですよ。真面目そうじゃない？え、なんだろう、このポーズ。今のはスクショタイムです。こんばんは、ハートありがとうございます。初見さん、可愛いギフトありがとうございます。バラもありがとうございます。初見さん、そう、縦に長い方が合ってるよね。これはサングラスです。
今の似合う、嬉しい、可愛い、ありがとうございます。メガネない方がいいよ絶対に。ナッツだるまありがとうございます。え、本当に嬉しい、初ね、わずかの金せびったことないですね。教育番組出てそうだよね、わかる。あられちゃんかいいよね、あのさんやってたよね。バラありがとじゃない、ナッツありがとうございます。鼻かゆい、本当になんか鼻がかゆいっていうか肌がかゆいって感じ。にはありがとうございます。アンズさんのところに行ってよくギフト投げてます。でもコメントはしません。まあ握手会になりました、ありがとうございます。待ってます、ありがとうございます。星もありがとうございます。ナッツも逆さやばいね、言われなかったらあんまり分かんなくない？元気です。コメントしないですよね、あのココハのところでも言われるけど。なんかさ、メガネすると目ちっちゃく見えない？気のせいかな。これは800円ぐらい。音符ありがとうございます。え、でもなんかノーネームのココミンっていうのを覚えてくれてるっぽくて、でノーネームありがとうって言ってくれます。ハートありがとうございます。初見さん、まあ、生写真見ました、どうでした、どうでした、感想は。小顔じゃないよ本当に。握手会とかツーショット会とか来たらわかるかも、小顔じゃないんですよあんまり。なんか夏を感じる。おつにじ、ゴンコンメガネデビューやばいね。あれね、アクスタいいよね、アクスタ欲しいですね。あ、そう、あ、ありがとうございます、確保ありがとうございます、待ってます。あ、ロケットありがとうございます。三つ編みでメガネいいね。熟のつくえそのてじゃん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 じゃじゃんじゃん、視力はめちゃくちゃいいです。ねえ、アクスタね、食事をとってください、ぜひ皆さん一緒に。うちは食べ物が大好きな人なので、マジで大食いぐらい食べるし、なのでぜひ一緒にご飯を食べさせてください、アクスタと一緒に。
かわいい、ありがとうございます。え、キリュウカズマです。圧倒的キリュウカズマさんです。ハットありがとうございます。たくさんありがとうございます。え、そうなの？そうなんだ、だからだ、視力がいいのは。ハットありがとうございます。嬉しい、生写真常にありがとうございます。一緒にお出かけをありがとうございます。ハートありがとうございます。本当にめっちゃ食べます。イワニャンの生誕祭は明日通りか、祈っときます。祈っときますね。あのアクスタが欲しかったんですけど、うちの推しはあのいるんですけど、なくても売れてて、やっぱ人気なんだなって思って。どすこい、こっちゃん。そう、それで思いましたけど、あの握手会とかトーク会とかツーショット会で、なんかコスプレ以外でこういう服着てほしいってありますか？あのあれ、どういうあの可愛い系の服、例えばこういう服がいいとかある？ストリート系がいいとか。目見えない。ナッツじゃなくて星とロケット、ありがとうございます。え、星もありがとうございます。あの制服の目で苦労した曲はダウトです。ダウトです。なんか真面目風なダウトです。ダウトのダンタタン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 のなんかさ、わかる？タッタタタタタとか、その手が難しかったかな。これ明かりついてない、明かりをつけないでショールームするとこうなる。ピンク、ああの合格キスは着ます。はななんが書いてたんですけど、合格キスの衣装は着ます。あれすんじね、わかる、書きますね、メモって。真面目じゃない、なんか。音符ありがとうございます。パジャマね、パジャマもいいね。じゃんじゃじゃん、なんかもらったプレゼントとかがあったらね、それを身につけたいなとか思ってし。ダウトは激ムズい。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃん。
そう、ダウトは難しいです。ハートありがとうございます。メガニジです、メガニジ。星ありがとうございます。星ありがとうございます。万華鏡ね、なんかさ、ワンピースいいよね。ワンピースいいね。こんばんは、主権さん。髪の毛ぐっちゃじゃない？なんかさ、陰キャの人みたい。花柄ワンピ。似合わないよ、メガネは本当に。おつにじ。え、パジャマないんです、本当に。可愛いパジャマが何もないんですよね。ジェラピケいいよね。音符ありがとうございます、初見さん。星ありがとうございますね。生誕っていうね、一緒に来たいですね。みかんせいのじたたん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 。わずかのお金。ハートありがとうございます、ね、ガラスのラブエンの衣装本当に可愛かった。大人っぽいワンピース。こんばんは。ひまわりワンピーね、夏とかいいね。ワンピースやっぱりノースリーブのワンピースとか着たいな。おしゃれですか？本当に？メガネね。ココミンはワンピースあんまり着ないんですけど、そう、お下がりとかぐらい。本当にジェラピケ可愛いよね。パジャマは本当に何個あっても困らないですね。ワンピースめっちゃ似合うと思う、絶対嬉しい。全然着ないからあんまり、だから着たいな。サイリウムありがとうございます。青のロケットもありがとうございます。メモってます、ちゃんと。これはこの前のやつ。あ、ダメージニットね、あれね、可愛いよね。ピンクと黒のやつでしょ。星ありがとうございます。泣けるよね、なんかさ、自分が昔推してたこのさ、いろいろ思い出して泣けちゃうよね。ハートありがとうございます。ノースリーブワンピー絶対可愛いよね。真っ白とかめっちゃ可愛くない？それで。
なんかチークを使ってたんですけどね、この前まで使ってたチークが壊れてっていうか、あの割れちゃって、で今使えなくなっちゃってショックです。そうなの、みんな踊ってんの、メガネしたらみんな踊ってんの、嘘。握手会待ってます、ぜひ楽しみに。え、モデル向いてる。え、ココミンはジーンズめっちゃ履きます。普段はデニムです。今日とかも出かけてたんですけど、夕方頃に、本当にさっき本当に6時とか出かけてたんですけど、ジーンズ履いてましたね。あのパルコに行きました。なんか好きなブランドのお店が見つかって、3つくらいあったんですよ、自分が好きなブランドが。でも今日のお目当てはそれじゃなかったので、違うお店に行きました。なね、ノースリーブは着たい。告白キスね、カラオケ配信さ、歌うなら万華鏡なんですよね。歌うなら万華鏡なんですけど、個人的にね、え、でもなんかちょっと話したりはしました、本当に。ハートありがとうございます。ノースリーブはね、昔ずっと着てて、服はうちありがとうございます。星もナッツもパルコ迷う、え、多いよ本当に。なんか109みたいな感じじゃない、し、あの名古屋のパルコって。そう、好きなブランドのお店が見つかりまして、前まで全然ノーマークだったんだけど、見つかって嬉しいことに。ロケットありがとうございます。黄色と青の、黄色と赤の誰もも。ココミン、ジージャンね、着たいな、ジージャン。オオカミとプライドね、うち本当に高い声が出なくてね、わずかの金す、裏返ったので本当に恥ずかしい、やだ、やばいって。あれ自分でその後 DMM で見直したんですけど、恥ずかしすぎてちょっと音量下げました、そこだけね。松本のパルコが閉店しちゃうんですけど、ショック。3000人いたらカラオケ配信とかでもな、フォロワーをなんかすごい、考えちゃうな。まあ、3000人いかなくてもやります、全然。100キロありがとうございます。どのブランドのお店なんだっけな、なんか思い出せないんだけど、なんかめっちゃかっこいい服が売ってる服で、お店でなんか系統が量産型じゃなくて、なんて言うんだろう、いろんなちょっとかっこいい系の服でした。そこのブランドが3つくらいあったんですけど、そこが可愛いなって思って、次はちょっとそこ目指していきます。自分で買いたい服を買いたいので。星ありがとうございます。キラキラ16、17、23ありがとうございます。待ってます、待ってます。ハートありがとうございます。ゴンコイン、タン推し変わらない、ありがとうございます。さすが、そうなんだ、なんかどんどん閉店するくない、もうすぐで3000人です、ありがとうございます皆さん、たくさんの
応援を。バラありがとうございます。ナッツもここも意外かった、ありがとうございます。ちょっとせっかくのユニットのソロで声が裏返って最悪じゃない？しかもさ、ユニットだよ、せっかくのユニット、しかもせっかくのソロ。ブランド名なんだっけな、思い出せない。なんかかっこいいけ、本当にママ言ってくんないかな。ママと話してたんですよ、それを。あのここのブランドめっちゃ可愛くないみたいな言ったら、へえココミが好きそうだねみたいな言われて、で次を来る時のために名前覚えときなよって言われたのに忘れちゃった。福はうちありがとうございます。ハートありがとうございます。え、本当にカラオケみんなそんなに嬉しい？ハートありがとうございます。皆さん見直さないでください、そこを。わずかの金を見直さないでくださいよ。絶対に気まずいし、それ本当に恥ずかった。なんだっけ、え、ママのガチ私服はあのうちと似てる。矢野さん本当にうまい歌。あの乾電池あるじゃないですか、あれをイヤホンで大音量にしてこの前あのレッスン場まで行きました。だるまありがとうございます。赤のだるま。え、でもさ、ちょっと待って、万華鏡を歌ったとしてもさ、絶対さ、またわずかの金でさ、笑っちゃうんだけど。じゃ次までに名前をちゃんと把握しときます、お店の。ちゃんちゃんちゃちゃん、たたたたたたたん。X ガールは、そう、 X ガールはその4つぐらいあったんですよ、好きなところが。 X ガールはそう、絶対そう、女の人のやつだよね。 X ガールは絶対にそう。あと3つがね、思い出せないんですよね。でも結局買おうって思ってそのお店に入るじゃん。でもなんかタグを見てやめちゃうんですよ、いつも。お会計をするのがちょっと緊張するし、あーとか思っちゃって。個人的に服は3000円いったら高いんですよ、自分の中でね。2500円でも高いって思っちゃうから、ほとんどネットなんですよ、服を買うのは。まさかね、当たりますように皆さん制服の目が。でも岩にゃの生誕祭なのでココミンサイリウムは多分見れないんですけど、あのお見送りとかでなんか言ってほしいな。初見さんありがとうございます。星こんばんは。突然ハートありがとうございます。ナッツも、そう、X ガールは好きです。
誰もありがとうございます、ハートも。そう、そう、2500円は高いです。ちょっと2500円に服は出せないですね。じゃあ何に使うかって、食べ物です。音符ありがとうございます、3つのハートも。え、そうだから、その値段だとあのパルコのお店にはないんですよ。だから結局、うわこの服めっちゃ可愛いとかママに言うんだよ。待ってこの服めっちゃ可愛いって言って、ママが、あ、買えばみたいな言うんですよ。この服めっちゃ可愛いって、え、買えばって言われて、値段見て2000円、値段見ると本当に6800円とかすんの。高いからやめるわみたいな。で全部それ、え、待ってこの店めっちゃ可愛いって言って入って、ここ見つけそうなお店だねみたいな、値段見て7800円とか書いてあってやめる。それがずっとでした。今日は好き、かけれな、かけれなはね、話してる、ずっとね話してるよね。何、え、 X ガール来てるって、ください、かけれなちょうだい、借りよ、かけれなから借りよ、はい、待って、今日配信する、かけれな来てよ、その服なんか来たぞって。うんみょって何、え、そう、食べ物を2500円は出します、食べ物には。そう、わずかな金をせびって食べ物に使います。食べ物には出せるんですけど、あ、星ありがとう、かけるな、ありがとう、びっくり、送る、うちも送るわ、好きなブランドまた教えます。ちょっとハートありがとうございます、かけるの服をください。先輩にお下がりいいね、今着てしようと思って、そういうこと、かけるの今から配信するらしい、うちが終わってから、それか今から、だからみんな見ようね。かけれなは X ガールの何の服を着てるのか。3つのハートありがとうございます。マキコさんの服は多分高いよね。なんかママとこの前話してて、マキコさんすごい服着てるなって言って、ママがさすがだなって言ってたから、ママが高いんだと思う。おつにじ、後で配信来て見て、見てだって、見ましょう。え、そうなんだ、いいな、カニレナナッツありがとうございます。食べ物より、え、ファッションより食べ物なんですよね。うん、ねえ、カキレナの虫の服ね、え、そう、え、そうなの、あれも X ガールなの、かわいいじゃん、かわいいよね、ヒョウ柄とかめっちゃかわいいもんね。ヒョウ柄の服もあったんですよ今日、それも欲しいのって話して、ママとね、あのケーキ本当に美味しい、パルコにあるけどめっちゃ美味しそうだなって思いながら見てる。そう、かけるなは彼女なんですけど、かけるなの彼女もうちで、かけるなちょ彼女同士です。え、そう、宮村さんね、服ね、いいですよね。え、全然ですよ、本当に。え、まだマジ、え、多分そのギャルっぽいのが多分好きなんですよ、こっちゃんとかにも言われるけど。そうです、そこら辺の服はめっちゃ着ます。ナッツありがとうございます。もうゆわにゃんが昨日ね、みよまるさんと会ってもう叫びまくってました。嬉しいことがあったらしくて、またゆわにゃんから聞いてくださいなんですけど、本当にうちが聞いても発狂レベルのことが起きてたので、みよさんとの間に羨ましい。また誕生を読みますね、もうすぐ。ヒョウ柄好きです、
さゆりもありがとうございます。青緑ハートもありがとうございます。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。おつにじ、ごめんなさいね、あのどうしてもブランドの名前が思い出せないので、次は絶対に把握をしてきます。6月の握手会取れましたのでご挨拶に来ますね。ありがとうございます。待ってます、待ってます、ありがとうございます。佐藤かほさんの服めっちゃ可愛いけどね、見てて思います。読みます。13位はカッパを着た桃の方、ありがとうございます。隠れ桃尻みたい、ありがとうございます。12位は SK48 の熊の方、ありがとうございます。11位は原ゆうねさんのリラックマの方、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。10位は猫のたこ焼きの方、ありがとうございます。9位はくろみさんの方、ありがとうございます。8位はキロッピの方、ありがとうございます。7位は8の方、ありがとうございます。8一緒、ありがとうございます。6位は座敷わらしの方、ありがとうございます。虎を抱いてます、ありがとうございます。5位は警察官の方、ありがとうございます。4位はシナモンの方、ありがとうございます。シナモン、ありがとうございます。3位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。え、2位は座敷わらしの方。座敷わらしのうさぎバージョンの方、ありがとうございます。1位は歌舞伎の方、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。来てくれた方も、あのコメントをくれた方も、ゲストたくさんくれた方もありがとうございます。ハートもありがとうございます。配信ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、レインボースターもありがとうございます。誰誰誰誰、またほらありがとうございます。最後にラッツもありがとうございます。また会いましょうするので、あの夜のメールで会いましょう。またありがとうございます。あ、フォローです、ありがとうございます。またね、またね、おやすみ。またありがとうございます。あと1分、おやすみ。こんばんは、終わっちゃうけど、また会いましょう。おやすみなさい。おやすみなさい、おやすみなさい。あの年賀状の方もおやすみなさい。また。